高橋由一チャンネル。この間国民民主党の代表選挙があって、玉木さんが当選しておりまして、結構ニュース出てて、おおと思ったんですけど、まああれはあれなんじゃないの、はい、あの国民民主のね、はい、あの営業戦略でね、はい、マスコミを入れてね、はい、やったんじゃないの、はい、その後もあれだよね、この代表選の次の日に、はいはい、5周年玉木チャンネル記念なんつって、はい、それで誰が言ってるかをずっと言わなかったらしいんだけど、それはちょっと言いにくいかもしれないよね、はい、まんまが一自分が代表選を起こっちゃったら、はい、全代表としていなきゃいけない、はい、そうですね、そうだ、まあ、私なんかも、まあ、ちょっとね黙っててくれって言われたから黙ってたんだけどね、あ、黙ってくれって言われてたんですね、まあねそうなんですね、まあね、それは積極的に黙ってくれって言われなかったけど、うん、まあ、あの本当にあの次の日で大丈夫なのって聞いたら微妙なことだったけどね。ああ、そうです、うん、でもそれはだってさ、いくらあれじゃない、あの当選するのは確実だってってさ、はい、ああいうのっていうのはさ、下駄を履くまでわからないからね。まあ、確かに見せ物だから、ああいうの選挙なんかそうですよ、ね、そんな分かりゃしないよ、うん、だからさ、彼としてはあれだったんじゃないの、結構、はい、あの踏み込んでね、はい、かけてたんじゃないの、うん、で次の日があったからさ、思わずあれでその前の日にね、はい、明日よろしくお願いしますって電話来たんだけどさ、あ、そうですか、その日ちゃんと通ったのって言ったら通りましたそうなんですね、うん、あれもしかさ、いや落ちまして次の日お願いしますだったらどうしようかなと思って私も思ってたよそうなかなか、そうですよね、心理臭いことになりそうですよね、落ちました、うん、まあね、ある意味でさ、ちょっと、はい、今度政権与党に入るかもしれないけど、あ、あの、まあ、私としてはね、はい、まあ、いろんな人がね、はい、いろんなあの政策の球を投げるのは結構なんで、うん、まあ、うん、いいと思いますけどね、うん、特にガソリン価格の話なんかは、はい、トリカの話言ってるんだからね、はいはい、それといいやと思うって言ってるだけだけどね、はいはい、その次の日に、はい、あの玉木チャンネル出て、はい、彼思わず言ってたよ、はい、あの高橋チャンネルってあの小判さんみたく行くといいってでここ来てね、はい、もう銀の盾惜しくてしょうがなくてね、ここ出たらね、キュッて行ったからね、10万超えてよかったっつってたよじゃああれですね、今度やるときは100万か金の盾を見せてあげようか、そうそう見せてあげようか、届いてるといいですよね、うん、金の盾を見せてあげて、そしてね、はい、こうやってその励みにやれとかね、そうですね、いうのあるかもしれないよね、そうですよね、これあの噂では閣内に入れるというか大臣のポスト用意するみたいな噂もあるんですけど、いや分かんない、ないのな、それはまあ分かんない、それはもう岸田政権の問題だからね、あ、だからあのやっぱり閣内に1個入れるとさ、はい、閣内でも文句しているからな、まあそうですよね、ああ公明党とかも文句言いそうですよね、いいよね、うん、まあ、あの言いそうだよね、大きな流れで考えると、はい、私なんか改憲ってね、憲法改正、はい、憲法改正で大きな塊ができるのは私は悪いと思ってない、そうですね、閣外にいるよりか閣内にいたら絶対憲法改正やるよね、あ、岸田さん本当にやりたくなってなって、はい、なったらあの閣内で公明党を建設するためには何かが必要だと思うよ、なるほど、そういう、うん、憲法改正ね、はい、だから逆にあの公明党の建設で、はい、あの閣内に入るのはまああるんじゃないの、今はもう親中ですごいからね、あ、憲法改正反対だからね、はっきり言えば公明党はね、そうですよ、うん、だからそれだったらちょっとね、うん、公明党だけじゃないんだよっていうのはあるんだよね、はいはい、はいはい、まあ、そういう意味であの保守的野党っていうと、うん、百田新党が立ち上がる、そうね、はい、だからあれもあれは面白いよね、うん、でよく言われるのは高橋さんあの百田新党から出るんですかって出ませんます私は政治活動は嫌なんですもうはっきり言ってください、いやいや政治活動嫌いなの、政治活動嫌いだから今までもういろいろな人から言われたんだけど、はい、一切行きませんでそれはポリシーがあってね、はい、うちの家訓なんだもしょうがないよ、家訓なんですか、家訓っていうか、まあ、まあ切れて今の家訓なんだけど、うちの、はい、あの奥さんかみさんが、はい、もうそんなことしたらもう離婚だって言われてるから無理だよこの年になって離婚されたらすぐ死んじゃいますよ、すぐ死んじゃう、当たり前じゃない、そんなの無理ですよだからあの私の同期でね、国民民主にいたね、はい、岸本周平ってのがいてね、はい、これがね
やっぱり政治家になりたくてって、彼は自分がなりたいってなっちゃったんだけど、はい、なったらやっぱり離婚されたもん。奥さん、前の奥さん知ってるけど、離婚されちゃったもんね。だから、そういうのは、もう、絶対に、はい、なんか政治活動ダメって人いるから。政治家の身内になるって大変なんです、ね。大変だ。まず、私が嫌だからね。まずは。マジで。大体うちの、家ではさ、はい、YouTube でこういうことやるのすら反対だからね。マジっすか？マジです。あれ？ちょっとテレビ出るのも反対で。あ、そうですか。だからそういうのはね、政治家なんてマシですよ。まあまあそうですよね。でも絶対に無理です。はい。やらないです。それは、だから、じゃあどういうふうにやるのかって言われて、まあ、はい、アドバイザー的な話だよね、うんうん。政策にね、政策についてね、はい、ある特定の政策についてね、専門的な立場でアドバイスするっていうことはできるな。うん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 、だから、その話全部の政策についてやるってことはできない。はいはいはい、まあ、専門的にアドバイスするとね、はい、やっぱり限定されるんで。はいはい、経済とか、あれでしょ、やっぱり財政の話じゃないでしょうね、うんうん。そこはだから求められれば、そこの専門的な立場でやるというだけですよね。はい、だから、よくあれだよね、政治家になってとかね、はい、はならない、うん。まあ、今までもね、いろんな政党からね、お声がかかってたんだけど、絶対やらない。そうなんですね。私としてはやらない。そう。それよりかは、下支えというか、そう、裏方で政策的な、うん、専門的な立場でアドバイスするって、それだけ。はいはい、それはもう、党は限定せずってことですよ、ね。もう政策側だったらどこでも言うよ。うん、それは、だから前、安倍さんにも言ってたからね。はいはい、安倍さんにも自分から言ったことはないからね。はいはい、求められれば言うって。万々が一共産党からアドバイスくださいって言ったら関係ないよ。よく自分の意見言うだけで。ああ、なるほど、なるほど。で、それはでも共産党はほとんどそれを採択しないだろうけど。まあ、それはそうよ。もう、そうでしょ。でも、求めないとは言う。私基本的にね、やっぱり大学の教授だからね、生徒になんかね、からね、はい、聞かれたら言うって、そんな感じなの。学生から聞かれたらね、はい、学生があんた何党ですかって聞かないでしょ、はい、そうです、聞かないで喋るんだ、うん、これが基本なんだやっぱり、うん、これはもうしょうがないね、大学の先生やってるからね、はは、別にそのね、生徒はね、どこの支持者なんて知らないもん、まあ、そう、知らなくても喋るもん、まあ、でもいろんな政党にその考えが広まっていくと、それはそれで実現しやすくなるってことですよね、うん、まあ、実現というかね、よりいいね、うん、いろんな人がね、はい、言ってね、はい、それが実現すればね、そうですね、多分世の中よくちょっと良くなるかなと思いながらやってるってだけだから、もう全政党が成長減税だって言ってくれたらもう、それはそれいいじゃないねそう、だから別に私でもどこどこだわらないんだよね、あんまり。でもほとんど大学の先生的な立場でやってるっていうことなんだよね。じゃあ百田さんのところもそういう立場で接していく。だいたいあれだよね、でもほら9月1日の時にさ、はい、前にセッティングされたら行ったらさ、それで SNS 出すだってだからもう番組の途中で登録しましたっていうしか言うじゃないあれサプライズ的に言う、サプライズ知らないってそんなのだから全然そんな深く関わってないから知らないんだよ、はい、大部分はだからほとんど知らない、なくて事前に教えてもらってませんから、はい、それで、でもそれは別にコアメンバーじゃないから事前に教えてもらう必要もないんです、まあ、そうか、そうですね、うん、逆になんかコアメンバーだったら事前に教えてもらえないとできないんだけど、だから私はだから知らないってこと自体がコアメンバーじゃないっていうのは証明だけどね、あ、そうですね、うん、だからそれでいいんだよ、全然気にしません、はい、でもね、いろんな政党が出てね、はい、自民党のね尻に火がつくっていうのはよろしいんじゃない、あ、確かにそうですね、登録者数とか驚異的な数字でしたもんね、百田新党すごいよ、うん、X かなんかでもう15万そうですよ、ね、すごい勢いでいってるんでしょ、ちょっと脅威ですよね、自民党からしたら、うん、だって自民党って20何万でしょ、うん、これで次に立憲だと思うんだけど、はい、そこにすぐ行っちゃうんじゃないかな、すぐ行っちゃいそうですね、うん、16万4千うわっ9月5日現在すごいっす、10月17日に決闘なんだけど、ね、それまで20万人いったら、はい、もう透明出すって言ってるから、はあ、いきそうだね、いきそうですね、すごい勢いですね、既存の政党はびっくりだね、うん、これちょっと本当にみんな尻に火がついてやってくれるってことですね、うん、尻に火がついてやってくれたらみんないいことだよね、うん、こういうのはまあ競争原理ってことだよね、そうですね、うん、